何今日それそう振ってやんで振ってやんで前髪も湿気に負けって感じですね。なのでこんな前髪で配信をしているというわけでございますけど、時計がない。まあありがとね、もうこう定期的に送ってくれるこの時計が頼りですよ。ありがとうございます。前髪かわいい。そう今日帰ってきてこう止めて、あ配信やろうと思って今です。そうなので止めてますけど、あありがとう。このにゃんこめっちゃ好き、合唱にゃんこありがとう。声が好き、嬉しい。これさすぐやっちゃうんだよ、嬉しい。でも本当にやめようと思う、ダサいダサすぎる前髪流すの流行ってますか。いや今日はこう帰ってきたのでこう止めてるだけって感じですね。ありがとう。音符もありがとう、いっぱいハートも。抽象会でそれ聞くと飛んじゃった、ごめんなさい。海の向こうで風に乗るよ、翼を広げて。ケツ公演出るんでちょっと覚えてるんですけど、すごいいい公演。しかも昨日川島の卒業公演をこう見に行かせてもらったんですけど、すごい楽しかったですね。普通に日焼け対策してますか。びっくりするぐらいしてないんで、ほんと最近汗入り始めました。なんか、まあ、カーディガン着たりこうパーカー着たりシャツ着たりみたいなので、こうあんまり袖腕とかをこう出して歩いてないんですけど、困ってます。だから時間がない公演楽しみになりました。明日もねルカさんのあれですね。 T シャツを買う時のポイントは、うーん、柄か形かな、サイズ感、なんかどうなんだろうね。わかんないね、目から焼ける、一番焼けるって言いますよね。だからこの眼鏡をかけたりはしてるよ一応ね。あのコンタクトをつけるとさ、このいいっていうじゃないですか。つけてないんですけど。なんかコンタクトつけてますよ普段は。つけてますけど、なんかつけなくても全然生活できるから、つけない日もある。今日はつけてないし、劇場立つ時ぐらいかな。でもなんか立つほんと30分ぐらい前につけて
終わってもう劇場で撮って帰るとかの方が多いから、本当になんか全然コンタクトあんま向いてないんですよね。私コンタクト向いてない目なんです。痛いんで。でもつけちゃうからさ、特会の時はつけますよ。でもトーク会始まる前につけて特会終わったら取る。カラコンです。カラコンをでの話ですね。透明のコンタクトつけないんで。わ、時間ありがとね。マジで本当にありがとう。今入ってきて分かってなかった。うん、あの私も言ってなかったです。あ、コンタクトって言ってた、ごめんなさい。そうだよね、ごめんね。2日の時間がない公演見に行きますね。なんか前回の S 公演がなくなっちゃったから、すごいなんか公演と公演の間に時間が空いてるように感じるんだけど、次の S は4日ですね。それはまだ当落出てないんですか。知らないけど、今日早く寝る、絶対早く寝る。毎日言ってる、絶対早く寝たいんだ今日。そこは部屋の角ですか。部屋の角、なんかいいとこがなくて、この家になんかいつものとこめっちゃ置きにくいから、もうじゃあどうしたらいいんだよと思って、でここに来たらなんかうまくいったので、もうじゃあもうここでいいよ、みんな言ってくんないよ、もう何もって思ってやってます。4日も分かんないですね。やって筋肉痛にすぐなるんで分かんないです。赤堀はここは服が置いてありますね。ひみちゃん元気？元気よ、とっても元気よ。あ、合唱にゃんこありがとう、嬉しいな。合唱にゃんこって勝手に名前つけたけど嬉しいな、ありがとう。2公演も出る世界線は存在してますか。いや今んとこないけどな。かわいい、ありがとうございます。きみちゃんに会いたいね。そうですね、なんかこうお話しする機会がさ、こう一旦途切れたというかなくなったんだけど、劇場とかツアーとかで会えるんじゃないでしょうか。と思っております。携帯が熱くなる前にこう充電器を抜くっていうのに今かけてるので、あの携帯がお古いので、なので頑張ってます。今いつ熱くなるかっていう。 SK でまたぎ出演ってどのくらいの、なんかどうなんだろうね。あ、音符もありがとうございます。あのね、人によるんだよね。人による気がするんだけど、うん、私はあんまり多くないタイプかなって思います。 ラジオの収録はいつ、どのラジオだ、どのラジオの話かな。いや、まだいける、この暑さはまだいける、暑さ。今日ちょっと長めに配信したいから、携帯も頑張ってほしいな。
尾行税かな。いやそんなこともないんだよ、なんかよくわかんないです。髪触れのやつだったらもう次になりそうかな。だから送っといてくれればいいかもしれないですね。きみちゃんも今日いい日でしたよ。いい日でした。ナウ、ねえ5分おきに送ってくれるのありがとうございます。これあテロップとか打っちゃおうかな。もう今月ラスト今月ラストにしますラストにした風呂入った入ってないで。今日いい日でしたよラストにしちゃって、今日ご機嫌だからリアルにいい日だと思う。なんかご機嫌なんかめっちゃ言われるんだけどさ、もうご機嫌じゃない日もある、まああるけどまあそっか、そうだよ、私が悪い、ごめんなさい危険な日にしか配信しないもんだった私。だからまあ配信してる日は総じてご機嫌ですねあそう、不機嫌な配信、不機嫌というかまあご機嫌な時しか配信をしないかもしれないですね。キミちゃん見ればこっちもご機嫌だけどね。素晴らしい素晴らしい、オタク、オタクって言っちゃったファンの方、距離感気持ち悪くないこれ、まあいいか。ご機嫌で元気であんまり眠くない時かな。こんばんは、きみちゃん大丈夫、元気だよ。きみちゃんってボクムグ配信とかながら配信しないよね。する、今度、来月、来月かな。来月かな、するなら。今月はしないかな。勝手に今月ラストにしてみた。でも最近はツアーが7月から始まるので、その関係の動きが多かったりします。25日遺跡で劇場公演見られるところだったのに中止になってしまったのだ。そうだよね、そういう方もなんかその席でも一回入れてほしいよね。ね、なんか悔しいじゃんね。携帯はまだ大丈夫そうです。今月ラスト？そうです。いやわかんない、私がわかんない、ちょっと書いてみただけだけど多分ラスト、多分ね、多分ラストだと思う。
だってまたこう公演申し込んでも同じ席っていう可能性はないじゃないですか。だからいい席だといいですね。次もみんなにとっていい席はきっと B、A よりも B、C、D、E とかじゃないって思うんだよね。1列目ちょっと近すぎるかなって思ってさ、たまにこうリハとかをさ見るときにさ、いろんな席座って楽しんでんだけど、1列目はちょっと近いなって思って、うわ30分だ、ありがとう。立ち見最善もいいんだ。あーそうなんだ。映画館なんだ。 A が一番、 E がその次、段差、段差のやつかな。一列目はショートが聞こえんだ。キミちゃんが見えてくれたら、キミちゃんわかんない、 S 公演のキミちゃんはきっとどっちがいいんだろうね。キミちゃんが好きな人は、頭曲のキミちゃんが好きなら、大きい番号かな。アンコールとか中盤かな、後半キミちゃんが好きなら、ちっちゃい数字の方かも。どうですか、これ合ってますか。サーフ前のメンバーが息と整えるとこ、そこさ、なんか絶対聞こえてないと思ってさ、たまにふざけてるけど聞こえてんだよね。気をつけよう。合ってます、合ってました。そう、なんか頭曲は結構下にいることが多いんだよね。だけど後半は上手にいることが多いから、青春グローイングしたいのであれば、いやなんかね、いや上じゃない、ラストは下にいるけど、なんやかんや上の方が多いと思うから、上かな、わかんないけど、わかんねなまっちゃう、なまっちゃって、今日は早く寝て、絶対に早く寝るんだよ。なんかもうドラマが全部終わったから、もう何を見ようって感じですね。ハートありがとうございます。何の話しようかな、別に話せる話もないなって感じそうか、そんななまり、そう、こんななまり方しないですね、静か。なんかもう寝る時間も本当に良くない時間、なんかもうおかしい、バグってて直さないといけないですね。来週から新ドラマ始まるっけ。そうね、7月からだから、そうです、楽しみ。最近の前ブームはなんだろうな、別になんか特にブームもないかなっていうのは良くないから考えますね。なんだろうな、わかんないです、すいませんで、7月のワンクール目になったら、みんなに私の見てるドラマをメモってくるわね。キミちゃんって食の課題とかある？え、ないですね、本当に本当にないです。もう
ね、こだわりないですね。コンビニで必ず買うものとかあるの？すいません、ないです。最近クッキー、またクッキーの話なんですけど、最近ちょっとなんか6月はクッキーにハマってたので、クッキーを買ってましたね、よく。クッキーばっか食べてた。クッキーしか食べてなかったですね。本当に良くない。今日毛が熱くならない、いい日かも。もうアイス食べた？今日食べてないかな。かき氷食べてないですね。クッキー好きなの？クッキー好きだよ。ご飯も今日食べたよ。今日クッキー食べてないよ。明日も仕事。明日も仕事かな。あ、仕事じゃないや、みんな。みんな仕事じゃないじゃん。今日何食べた？今日何食べたと思う？当ててほしい。おにぎり食べました。あ、じゃあもう難しいんで、おにぎり食べました今日。何のおにぎりでしょう？浜松出身やった。そう、浜松出身です。あ、静岡県のね、浜松。鮭、鮭、おかか。あれ、私答え言ったっけ？今言ってないよね。おかか、シーチキン、梅、明太子。みんな本当にちゃんと考えて。うなぎなわけあるかい。鶏五目、混ぜ混ぜのやつね。韓国フェアのやつ。キンパかな。なんでしょうね。こんばんは。高菜。明日肉用品。素晴らしい。塩むすび。正解が出ました。正解は塩むすびでした。塩のおにぎりを、お塩のおにぎりを食べました。正解、素晴らしい。素晴らしい。そう、私踊るときは鮭おにぎりが多いんですよね。でも今日あんま踊ってないので、こんくらいしか乗ってない。マジこんくらい持ってないわ。こんくらいしか乗ってないので塩でしたね。何もこだわってないですね。こだわりがないのがこだわりって言った方がかっこいいのかもしれないんですけど、こだわりがないですね。最近エスコーンやってないから、次エスコーンできるか分からん。これ誰かと話したな今日。できるよ。できるかな。やればできる。まあ、そう、また筋肉痛になっちゃうね。そうね、また筋肉痛になっちゃうね。最近めちゃめちゃ踊ってたんで、なんか結構筋肉痛にならなくなったんですけど、ちょっと1週間とかも出ないってか、踊ってないと、何がっつり踊ってないと結構すぐ筋肉痛になっちゃうので、気をつけたい所存ではある。体力的に、体力よりもなんか筋肉痛だよね。私動物に例えたら何だと思いますか？この話したことあるかな。なんか多分もう世に出てるというか、この出てないのかな、いつの話なんだこれ。
なんかね、自分を動物に例えると何ですかみたいな質問がなんかであったのよ。なんだったろうね、なんかであったんだよね。出てんのかな、猫ピン止めかわいい、ありがとう。猫出てる、出てたりするのかな。なんか私が自分を動物に例えるとっていう質問。かわいい猫フィレット、わあかわいいね。ライオン、レッサーパンダ出てる、どうなんだろうか。見たことないかな。結構私博士がいる気がするんだけど、ここにかな。だって私より私のこと知ってる人ばっかでしょ。私博士って呼ぼう。解放かな、解放かな。なんかあったっけ、解放に。そんなような、解放でも最新の解放がもう届いてますよね、皆さんとかね。お馬さん、馬かなあ。ね、え、出てると思うんだけど、まあ、別に出てても出てなくてもいいんだけど。なんかあのもうマジで何も、もう自分で自分をこう動物に例えるとっていう質問された時に本当に何も出てこなくて、なんかみんなさ、よく猫とかさ、ワンコとかさあるじゃないですか。マジで何にもなかったの、もう本当に何にもなかったの。なんかタヌキとかさ、カワウソとかライオンとか、マジで何にも出てこなくて、やばいやばいやばいぞってなった時にサイって書いた、確かサイかカバって書いたんだよね、サイかなって書いたんだよね。もう分かんない、それが世に出てるかって言うと分かんないんだけど、出さないと思うんだけど、そんなのサイって書いたんだよね、確か出てこなかったから何にも。サイってなんか強そうだなと思って、でもなんか本当に良くないわ。MBTI の話昨日したのに忘れちゃったよ。でもなんか変わって指揮官でしたね、指揮官、指揮官になりましたよ。それだけ覚えてきたわ、指揮官です。人の MBTI 気にする、いえ全く分かんないんですよ。自分の MBTI も覚えられないからさ、その何このあるじゃん、I と E と ココココこれ奥のココハ本物や、ココハと、え、その違う、あの変わったやつがそのココハと良かったやつな気するけど、あれからやってないで、でも拷問だよね、あれからやってないけど。そう ENTJ かなあ、そうな気がする。なんか J、 いや違う、 P と J 違う、 IEIN と、もう分かんないや、なんかこうあるじゃん対照的な、これがそれ。でも指揮官だった気がする、紫色だよね指揮官って、私紫しか出ないんですよ。そう、それが指揮官な気するね多分ね、これ多分これ他のメンバーに聞いた方が多分ねいいと思いますね。見てたんだね、何人だろう、まだ見てるかな、わかんないです。なんかもう激動型みたいなのよくわかんないから、わかんないんですよね。 ENTJ です、だってすいませんありがとうございます。だって ENTJ でした。指揮官なら ENTJ、 そうだよね、
いやでもずっと、もう違う、一番愛に近い E だった。でももうなんかあともう片手だけみたいな、もう片足もう一歩でもう愛とかぐらいの E でした。多分なんか家でやると愛なんだけど外でやると E みたいなのがよくあるらしくて、私これあの人という時にやったから E だったのかなって思ってるけど、わかんない。もう変わりますよね、なんかもう日によってね。ENFJ な Y ENTJ2 とかと相性よくてよかったそういうことね、と相性よくてよかったってことね。ローマ字で打ってるタイプなんだ。 ENTJ IN だから F と T とことだよね。あーもうわかんない。 INFP です。 INFP よく聞くから、もうってことで私は ENTJ ENTJ です。 TJ もう E と TJ しか覚えてない。 TJ か分かんないです。よろしくお願いします。元 PTA 会長ですそれはもう親すぎ。だから、まあ、占いでもしといてください。相性がいいか。もう明日、明後日でもう7月だから、もう本格的に半袖を着ようと思いますね。楽しみだな夏。暑いってだけで楽しいんじゃないってぐらい夏がいいですね。毎日毎日夏がいい。夏だったら毎日夏なんだけど、早く寝るためにそうそう終わる。え今わあ送ってくれるかな あ、 ありがとうございます。ありがとうね。でも47か、なんか微妙だな。47まで行ったらさ行けるくねみたいな。24まで腕じゃないのよ、時計ね、時計。時間です。それ、ね、剥がしね。乾燥する。え、さらに流す。これ24時間テレビ ね、ついてきてる、このスピード感のあれに。ついてけた今。くるみちゃんかわいい。かわいいでしょ。キラキラしてるんだよね。指揮官にしたかった。あ、そう、私は指揮官なのでね。面白っ。クロミちゃんっぽい。でも、まあ、推しキャラをこう、まあ、サンリオ界で選ぶとしたらやっぱ3人好き。どうしようかな。キティちゃんかな。マイメロ、キティちゃん、シナモンかな。トムジェリーだね。トムジェリー、トムとジェリーが好きですね。
でもにゃんこが好きなので、あのね、にゃんこが好き。アイシナモロール、何その子、ちょっと初めましたね。ディズニーで言ったらミニーちゃんですね、私。猫と遊んでる時どんな、猫と遊ばないんだけど、でも猫カフェ行きたいですね。ジブリで言うところのトトロかな。あ、ありがとう、時間マジでごめんね、ほんと私が時計持ってくればさ、こんなに手間をかけることはないのに、ごめんなさい。トトロに似てると言われるにゃん、これいいのね、いいの。メンバーの家のニャンコはどの子とも遊んでないの。メンバーの家にニャンコっているの。え、そんないる、メンバーの家にニャンコいるんかな。サーヤとかおしり、サーヤとかおしり、カエニャンチもいるんだ。あ、でもひなんちのニャンコは会ったことありますよ。会ったことないな、みんなの家。普通に好かれやすい、わかんない、動物とあんまりこう関わんないですね、なんか関わらないというか、はい、なんか関わんないというか関わる機会がないかな。でも道とかでよく見ますよ、猫に、猫、猫と会いますよ。この頃気温な係しなかった。私何係だっけ、忘れちゃった、なんだっけか。なんだっけ、私忘れちゃったな。体育係なんてあるんだ。黒板係だったかもな、消してた気するわ。分からん。なんかこの T シャツ好きだったのにさ、なんかめっちゃ着てたらさ、めっちゃ色落ちしてさ、もうやだって感じ。嫌いに試されて、あ、未来を始めよう、カララ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 ラ違う、カラララララララ雪涙希望、あと7分、ありがとう。雪涙、ココアちゃんが電話しようか悩んでました。配信出てたのかな。ちゃん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 、あ、白 T の、白 T でしたよ今日も。白 T というか白かったです。来週楽しみ、にゃんこにゃんこにゃんこ
にゃんこにゃんこ。そう、これさ色落ちしちゃったんだよね。なんかもうちょっと黒っぽくて、なんか気づいてなくて、でもなんか黒いあの下の洋服倒したらめっちゃ色落ちしてんじゃんと思ってショックでしたね。まあでも着すぎたかなちょっとって感じ。あ、55分、ありがとう。あったが、うん、なんでちょっと嬉しそうなんだよね、なんか普通にジーンズとかとデニムとかと着たら可愛いけど、私がちょっと下を黒ので合わせたかったからあれね、ちょっとおーんってなっただけで。配信終わったらちゃんと風呂入りやって、ありがとうね、風呂入るわ。すぐ4分で久しぶりに配信見れた、よかった。早く寝るの？今日早く寝るよ、よろしくお願いします。今日早く寝ます、めっちゃ早く寝よう今日。今月ラストだよ、わかんないけどね、私が勝手に言ってるだけだけど。上半期終わる？なわけないだろ、嘘つくなって。マジで冗談きついってそれ、マジで。言っていい嘘と言っちゃいけない嘘あるの知ってる？それ言っちゃいけない嘘だよ。冗談ってダメなんだよ。そうです、ちなみにあと3分で割れてる、冗談きついって、嘘つけ。もうすぐクリスマス、え、それはマジで下半期早すぎ、これちょっと急ぎすぎかも。せめてハロウィンとかにして6月の締めお願いします。もう締めようとしてんじゃん。あと2分。あ、影気づかなかった。明日から12月、もしかしたらね、わかんない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 けどね。じゃあみんなありがとうね。ありがとう。影。ああ。嬉しいでございます。ミラーボールありがとうございます。嬉しい嬉しいですね、ミラーボールとっても
ありがとうございました皆さん。配信もうそろそろ終わりそうですよね。わかんない、これ勝手に終わる可能性あるぞ。本当にありがとうございました。すいません、ありがとうございます。すいませんすいませんミラーボール。ダダ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 。ケツ公演だな、みんなも頭が。みんなおやすみー。え？え？みんなおやすみー。え？これ終わってないよね。おやすみー。